はい、ということで今回は梶さん密着ということで、はい、オープニングは梶さんからでよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、引退選手の密着シリーズはさせてもらってるんですけど、いやめっちゃ見てるよ。あ、本当ですか。引退されて梶さん今何年目ですか。5年目です。5年目、はい、今回はですねその梶さんが経営されてる梶カフェ、はい、経営っていうか、まあ、奥さんがやってるんですけど、ね、ほぼほぼ、いやでももう人気なもうお店なんですがね、うん、そうですよね。いやいやいや、もう界隈では知らない人は絶対いないっていう。海外、あ、海外です、界隈です。海外や海外でも、海外でも有名なんかな。今日は今朝の、まあ、9時ぐらいなんですけど、はい、で今出勤ということで、はい、普段は、まあ、ルーティーンで、はい、もうちょっと早い時間から。そうですね、はい、朝5時、5時でしたっけ。5時半ぐらいからですね、ランニングしますね。ランニング、それは30分ぐらい、はい、でもですね、ちょっと今諸事情でちょっと怪我中ということでランニングができないということで、はい、本来だったらそこから密着させてもらう予定だったんですが、はい、はい、内心ホッとしてるという僕は。何言ってるんですか。早いなと思って出社してこれからの流れってどんな感じなんですか。いやもうひたすら洗い物をしてとか、はい、掃除してとか、はい、あとは盛り付けですね。あ、なるほど、はい、僕もうカジカフェには何度か食べさせてもらいに行ったんですけど、ようやく来てくれましたね。すごいいいっすね。めっちゃ美味しいっす。あれはまあ本当に行くわと思いました。それはね、もうスタッフ喜びますわ。いやいや、もう奥さん含めて。え、ちなみにそのカジカフェは何年目ですか。今年で11年目です。ということは現役中からってことですか。はい、僕現役30の時にやり始めましたね。それで奥様が始めて、その時現役中はお店に行ったりとかはあったんですか。ああ、全然食べに行ってましたよ。お昼ご飯食べに行ったりとか、晩ご飯食べたりとかっていうのはしてました、ね。手伝いはさすがにないですか。手伝いはないですね、その時は。もう現役なんで、はい、だから奥さんがやりたいっていうことで、まあ、元々でも奥さんの実家も民宿やってるんですよ、はい。なるほど、淡路島で。なるほど、商売系あるんやろなって思いながら。なるほど、なるほど。今僕も手伝いながらというか、はい、立ち上げの時大変じゃないですか。いやー大変ですよね、何するにしても。物件見に行ったりとか、一緒に見に行ったりとか、はい、内装とかっていうのをなんかちょっと一緒にやってましたね。へ、それで今は10年と。早10年ですよ。すごいですね。やっぱ10年続くのって、継続するのなかなかだと思うので。いやだから最初の3、4年、もう5年かな、はい、5年ぐらいもうきつかったっすよ。え、それは何ですか。あのお客さんがなかなかこう、いやいや、そうそう、定着しないし、はい、で住宅街だし、別に駅から近いわけでもないんで、はいはい、歩いて駅からでも15分20分ぐらいあるんで、はい、中途半端な位置にあるじゃあるんですけど、はい、まあその中でなかなか知ってもらえるまでは時間かかりましたよ。あ、やっぱそうなんですね。うん、今でこそもう予約がなかなか取れない。奥さんすげえなって思う。いやすごいなと思いますね。根性ありますよ。本当ですね。ちょっとそれは後々ちょっと奥様にも、はい、お話をお昼休憩の時に聞くということで、はい、今日はちなみに土曜日、花の土曜日。花の土曜日ですね。でも、はい、もうコロナ禍になって、はい、人の流れが全く読めないんですよ。ああ、平日でもやっぱパンパンな時はあるんですけど、暇な時は暇だし、はい、飲食店ってなんかあの行事ごとじゃないですけど、はいはい、まあ、今で言ったら入学シーズンとか、なるほど、まあ、3月いったら卒業シーズンとかってありますけど、はい、まあ、お花見の季節とか、はい、なんかそういうのいろいろ左右されますね。あ、季節ごとで。季節ごとにあるんですね。はい、今回はこのカジカフェということで、はい、普段の密着をさせてもらってるんですけど、うん、それ以外に業務としてカジさんが今他にお仕事されてることって何があるんですか。今はもう解説業、あとイベント、サッカースクールとか、はいはい、ゲストで呼んでもらったりとかして、はい、そこで指導してっていう形。ほうほう、あとは本当いろいろですね。あの那須さんにもお世話になって YouTube の方でもやってますし、はいはいはい、あ、じゃあまあでも基本ルーティンとしてはカジカフェに出勤して、そうですね、っていう流れが、はい、まあ、通常というか日常の中でこのサッカー関係の仕事だったりという、はい、大体でも週末は自分の仕事入ってくるじゃないですか。まあそうですよね、関係の。確かに。で平日でも入ることあるんで。うん、そうですよね。でもあれですもんね、ガンバ大阪も去年からの特命広報大使、広報大使、はい、いらしていただきます。はい、で YouTube チャンネルでもやってますもんね。はい、ガンバもね、はい、
でも変わりましたし、そうですね、新しく新規で、はい、頑張ってほしいですね。まあ、カジさんプレイヤー時代から終わりのことで考えてました？いや全く考えてないです。あ、じゃあ嫁さんがそれやろうって、あの現役終わってから何も考えずに、はい、カジカフェがあるから一緒に奥さんと一緒に働きながら、はい、まあやっていこうかなと。あ、なるほど。思ってたんですよ。はいはい、はい、全く今のその解説とか、はい、そういういろいろイベントごととかっていうのは全く考えてなかったんですよ。へ、うん、あ、そうなんですね。そんなことあるって思ってなかったんで、はあはあ、でもたまたま辞めるタイミング良かったのが、はい、2017年に引退したんですけど、シーズンで、はいはい、2018年何やったか分かります？2018年、え、2018年で何ありましたっけ？那須さん、はい、サッカー選手終わってからだいぶボケてきましたね。いやいやいや、それはね、2018年ですよ、あれ。2018年、感動したじゃないですか。手の杯優勝見せる、これ。あ、違う。違います。ロシアワールドカップですよ。あ、ワールドカップですね。引退した次の年がロシアワールドカップで、はいはい、その時になんかすんごいなんかやっぱり仕事をいただいたのね。はいはいはい、ワールドカップっていうことで引退したっていうタイミングだから、うん、余計になんか仕事が多くて、まさかこんなに仕事があるっていうのは、うん、ありがたかったですけど、ま、でも本当タイミングがありますよね。タイミングがあるんですよね、ま、なんかどんどん有名な方々が辞めていくじゃないですか。起用する側としても優先度があるじゃないですか。まずはそのワールドカップ出てないととか、日本代表になってないととか、そういう部分もあるので、そうこうしているうちに、はい、もうそろそろということで、もうここから戦闘モードですか。そうですよね、はい、スイッチ入りますよね、ここから。はい、ということでカジカフェに到着ということで、こちら古民家を改装して、2店舗あるんで、まあオーナーという奥様という一応、そうですね、僕は本当バイトバイト、はい、早速行ってみたいと思います、はい、カジカフェにイーンということで、ジャイロをちょっと使わせてもらいます。イーンイーンってことで、俺結構好きよ。あ、本当ですか。うん、あれっすね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。失礼します。すいません、密着させて、すいません、よろしくお願いします。まあ、本日の定食っていうと、カジ、いろいろおかず定食、これね、これ小鉢いろいろ出てくるんですよ。9品出てくるんですよ。だからこういう小鉢に入っていろんなのが食べられる。これね、準備がめちゃめちゃ大変だと思いますよ。確かに。もうこれ料理長。料理長。もうこの人いないですか。あ、そうなんです。なるさん。なるさん。なる。料理長の。いいですか。はい。すみません、なるさん。ほら。今何作られてるんですか。まあ、切り干し大根と筑前煮です。おお。仕込み何時から大体やってる？その日によるんですけど、まあ7時前にやれていきたいです。それでもゆっくりだもん。前日の仕込みもあるから、前日の仕込みなんかでも、ここ営業3時までなんです、昼の3時まで、はいはい、まあ、夜は夜やってないんで、はい、そこからでも9時ぐらいまでやるよね。そうですね、昨日も10時、6時間ぐらい終わって仕込み。うわ、こっちを見たことないわ。まあ、今サージのおかけになられて、カジさんといえばね、サイドバック、はい、サイドバックですから、運動量豊富ですから、まあ、ワールドカップでね、ドイツ大会とか、はいはいはい、出て、ね、もう僕にとってはもう雲の上の存在でしたし、魅力をずっと張って、まあ、活躍し続けた選手なんで、まあ、なかなかね、恐れ多かったんですけど、まあ、引退したら、まあ優しい。引退したらというか、会って喋ったら、こんなめちゃめちゃボケてくれる人だとは思わなかったっていう。はい、今日はちなみに、あの、はい、カジカフェの食べさせていただける。なんと楽しみです。食レポ紹介。いや、だからの自分から食レポを求めに行ってますよね、完全に。消毒やけどさ、はい、吹きかけたらあかんらしい。あ、そうなんですね。ここに菌がいるから、はい、ここにかけてから、はい、吹き取る。吹き取る。さっと吹くと、はい、菌ってあすぐパッと舞っちゃうから、はい、なんかゆっくり、うん、拭いた方がいいらしいっていうのを。なるほど。デザインとかは誰が？これ、あの昔のスタッフの子が描いた。え、すごっ。こんなことすると思って。いや、本当ですよね。選手中、全く思わなかったですよね。でも、嫌いじゃないよ、掃除とか洗濯とか。あ、そうなんですね。結構家でも
はい、やったりするんですよ。カフェは何時オープンなんですか？11時。あ、カジさん、ワールドカップドイツ大会、はい、あのドイツ大会って結構個性的な選手たくさんいたじゃないですか。カジさんの立ち位置ってどういう立ち位置だったんですか？あの代表チームで無個性的な人がめっちゃいたじゃないですか。めっちゃいた。個性の塊。癖が強い。でも、はい、俺もそんなに若かったし、まだそんな名前も無名というか、はい、っていう感じだったから、なんか自分のやることで必死。まあヒデさんとかもそうですし、クニスさんとかもみんなさん、ここが集まってこう話し合う時はどうしてる？横でひたすら聞いてるとか。だから、もっと話しておけばよかったなって思いますか？もう、一生後悔してる、これ。あ、そうなんですか？唯一後悔するとしたら、あのワールドカップや。ドイツ大会。なんかもっとなんか自分にできたことがあるんちゃうかなみたいな、すごい感じがし。意思疎通って大事やなって。そういったこと感じたものはなかったね。発言はするけど、はい、みんな言い合いますもんね。まとまってない。あ、感じは多分あったと思う。それぞれが思うことが一致してない。で、本当にそうやって、早く行こう。喋ってくれてるもん。ああ、なるほど。代表チームなんかいい選手がたくさん集まるじゃないですか。だから本当、いい選手が集まるから、必ずしも勝てるとは限らないっていう。もしこういう戦いで行こうみたいな。はい、なかなかないよね。ない。全員がね。はい。テラス席出来上がりましたということで、今からトイレ掃除をカジさんはされるということで。え？屈する力。ヨージさん。しれっと、はい、戦友の宣伝をする。戦友の、なんと、うん、さすが、ここがカジさんというのは、あんだけね、あのバンドさんのことうるさい言いながら、しっかりバンドさんのね、はい、なんかいいんですよ。なんかどんどんできてきたって感じですね。開店1時間前ということで10時はい、盛り付けがね、集中モードに入ってますね。今奥様が到着されたということで、ちなみにこれ何食分準備してるんですか？何食分はその時のあれによるけど、はい、でも大体多くて40人なるほどぐらいなんで、はい、揚げ物開店20分前で下準備が整いました。もう完全に集中してるです。ちょっと声かけづらい空気が分かるでしょ。集中します。はい、で今日のメニュー A ババンババン、アージ牛丼定食、あといろいろおかず定食ということで、はい、はい、洗い物の手際がいい、今一番ピーク時です。みんな仕事ですからね、はい、ここは一心不乱に仕事に、いや仕事に、はい、すいません、ありがとうございます。はい、ということで、今2時35分ということで、やっとちょっと落ち着いたということで、お、これカジさんってことかな、カジカフェ、このイラストですか？うん、これ通常バージョン、リーゼントバージョン、アフロバージョン。これもすごい美味しそう。こちらが、はい、牛丼ということで、淡路牛丼セット。これは止まりまへん。いただきます。これが美味しい。はい、どうぞ。これですよ、これ牛丼めちゃくちゃ美味しい。いや、これ半端ないよ。どう美味しいんですか？これはね、うん、
うまい。これです。ジューシーなんだけどさっぱりしてる。このわさびとかで味変みたいな感じで上品な牛丼です。これね、小鉢もね、一つ一つ、はい、美味しいんですよ、こういう。全部違いますもんね。全部違います。いただきます。うん。一つ一つのね、味がね、すっごいしっかりしてる。久しぶりに聞いたね。お疲れさん、はい。めちゃくちゃ大変でしたね、お疲れさんでした。はい、ザボ。マジで。お疲れさまです。はい、ザボ。いろいろおかず定食ということで、今日は、だし巻き、絶対名前分かる。おから。はい、おからではありません。おから。こっちでした。はい、おからもカレー味。その味は分かるんです。分かる。男の人って、女性の人って結構、ちょこちょこいろんなものを食べる。食べたいですね。うん、やっぱり、家庭で、あんまりこんないっぱい種類作れないから、うん、まあ、嬉しいみたいな。うんうん、これが炊き込みということで。うん。プラスもかかってて。いや、ほんと美味しい。このさ、時間が一番いいんだよね。仕事はって、こう、まかないだと。うん。味噌汁飲んだとき、一番幸せ。わかります。お疲れ様です。あ、お疲れ様でした。お疲れ様です。もう食べてるもんね。僕は食べてますけど、めっちゃくちゃ美味しいです。もう、味噌汁が美味しい。そうでしょ。そこ、めっちゃ味噌汁こだわってる。うん。マックなんかな、結構いいホルモンだ。多分私よりいいホルモン。うん。やっぱめっちゃ数すんで。ですよね。めっちゃする。好きって言ってましたもんね。そうそうそう。なんか選択も分かったらこっち。うん。戸籍も絶対書かれてます。気になるの？カジさんですよね。あのまあ、手際の良さを見たら分かります。もうガチやろ？ガチです。みんななほんまにやってんのとか言われへんな。いやでも今日はちょっと、ね、忙しかった。イレギュラーのこと多かったから、ね、だから人気だと思いました。あの予約表埋まってないのに埋まっちゃうところがさすがだなと思います。結構あそこのポジション大事やな。あの食器回ってこんかったら、うん、次おかず盛り付けできへんから、あそこが止まったら、うん、あかんねんな。低迷線。もう維持でもあの目の前にあの溜めない。それを溜めない。めっちゃ早い。他のバイトの方もおるけど、めっちゃ早いね。ですよね。僕もバイク時にあるんで、あれは早いです。あれを。え、バイトやったことある？ありますね。そうなの。あの大学で居酒屋で。あ、そうなの。居酒屋。みたいね。皿洗いしてる、あの、大学で、まあ、歌って皿洗いの素晴らしい仕事で、うん、カジカフェを始めようって奥様が思ったんですよ。それ10年前、もうすぐ11年。それもちょっとやりたいなみたいな。なんかね、30歳、はい、30歳をきっかけに何かしたいなって思って、うん、で何できるのかなって言ったら飲食をやってた。でもあの時はまだ現役中だったんよ。そうですよね。一番下の子が1歳やったんよ。うん、うわ、めっちゃ大変だよ。3人目の子が1歳で、はい、勢い勢いで、5歳、4歳、1歳やったの。そうそうそう。3人で開業した。そう、すごっ。なんかでもあの時のこと今思ったら無理よな。めっちゃ大変やったよな。みんなこのね、はい、こう人気が出てきてこういう姿しか見てへん。そうですね、初期の頃なんてだって集客も大変ですし、世の中の女性を勇気づけますよ、本当に。でも結構やったらみんな助けてくれる。あ、周りの方が。そうそうそう。でもしんどい時どうしたんですか？一番しんどい時ってやっぱ一番最初ですか？一番しんどいのは何かって言った人、うん、助けてくれるのも必要やけど、一番最初に雇った子と合わなかったんよ。そこがいっちゃしんどかった。で、今の子は2人目。あ、そうなんですね。そう、もうあの子来ても10年経つよな。へぇ、最初の子はでもまあ、なんか思い描いてた感じの、その、はい、まあ、料理とか、はい、キャパとかっていうのは、うん、違うかな。そう、自分も見てやったから、うん、はいはい、そうそう、ね、何やるにも、今やったら経験あるから、バイトの子にもこう、言えた、何、怒るとかちゃんと怒ったり、うん、優しいこと言うとかしたりとかできるけど、はいはい、その時も自分もこんなやったから、多分お互いやんな、うん、半年しかおらんかったよ、はいはい、けどその半年間がすっごいしんどかった、うん、でもその苦労があるから次に行かせるっていうさもあるよね。確かに確かに。でも一切何も言わへんねん、そういう時も、はい、自分も現役中やん、はいはい、で大変やのに、
すごいバタバタしてるのとか見てもうやめたらとか、うん、そんなんも言わへんし、うん、一切言わへんかったよ、なんときも。まあ、信頼してるからじゃん、多分、まあ、やりきれるっていうか、多分性格的に多分すぐやめるタイプではないから、うん、どっちみちなんか絶対なんかやるっていう、ずっとやり続ける、苦しみながらでもやり続けるっていう、多分性格的に付き合って、そんななんですか。もう一期も二。すごっ。先に。すごっ。マネージャーやる。すごっ。すごっ、残念ちゃん。ちなみに、土日は昼夜、平日は昼、休みは月曜、定休で月2回火曜日は休み。また全然変わらへんねんけど、売り上げ夜はあのついそんな皿洗いするの、うん、喋りながら、うん、だから解説終わった後とか、はいはい、ここ来るから、うん、ガンバのファンの人とか、あ、そのまんま、今日の試合はどうやったっていう話をサッカーだね、してるんすね。はい、ということで今4時半ということで10時半から夜をやられて、その後に片付けして帰って。カジさんはいつもいるんですか。いつもではないですね。解説の仕事でこういろいろ一例映像を見たりとか、はいはいはい、そういうので結構時間いるんで、仕事がない時はって、はい、電話してもらって予約される時に、はい、あのカジいるんですかって。あ、そういうことですね。はい。聞いていただければと。聞いていただければ。はい。じゃあちょっと最後、もう、セカンドキャリア、飲食業初なんで、これからこう、まあもしかしたら飲食業をトライする選手もいるかもしれないんで、アドバイスというかメッセージをちょっと最後いただいて、締めさせていただきたいと思います。いやー、これでもね、あの、サッカーも、現役時代もそうですけど、やっぱり人ですよね。あ、人とのやっぱり、こう、つながりというか、人にこう助けてもらって、お互いこう助け合いながらっていうのはすごく感じるんで、大事だなっていうのは思いますよね。はい、結局、助けられてって言ってましたもんね、いろんな方に。ね、結局、自分は何したいのかっていう、お客さんとかにどういうものを提供したいのかっていうのは、はっきり示せたらいいのかなと思います。はい、ということで今回カジさんの密着をさせていただきましたが、概要欄の方からカジカメの情報を載せてありますので皆さんチェックしてぜひご来店いただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。カジ散歩マジカシもよろしくお願いします。これからインターハイが始まります。その応援企画としてサイク10名ポカリセットとスクイーズボトルのセットが当たる、あと那須大輔 YouTube チャンネルで那須大輔が体験入部を1個させていただくということで、そちらの企画に参加させていただきますので、詳しくは概要欄の方から見ていただければと思います。みんな頑張ってね。たくさんの応募待ってます。